宣伝者本人ですよって一番わかりやすい。静宮祭りはお酒と神輿の祭りで、町中の若者たちが志を一つにして活気あふれる道の祭りにしようと2003年まで毎年続けられ、今年で19回目を迎えます。ただ今年は昨年に続きまして、新型コロナウイルスの影響を受けて形でということで、準備は万端にし、参加人数も最小限にして、参加される神輿担ぎ手の今年1年の無病息災と飛騨の地域のますますの発展を心より祈念します。高山商工会議所青年部会代表野中康弘。同じく一般社団法人高山青年会議所代表小林光平。お役目お疲れ様でした。今年1年の五穀豊穣、商売繁盛を祈念し、飛騨の地域を担ぎ手の衆とともに元気づけられるように、またコロナの収束を祈願し、神輿を担ぐことをお誓いします。雫宮祭り実行委員会会長続く太志。寒かったけども、みんなもんでね、本当僕の頭の中で、はい、私も帰ってきましたけども、はい、楽しんで戻ってまいりました。あ、ちょっと危ないですかね。はい、まあ、比叡神社で、厳粛な中での神事だったと思うんですけれども、こちらの牧歌の方ではいかがでした？何かいつもと違うところはありました？いや、いつも綺麗な佐藤さんが待っててて楽しんで戻ってまいりました。それちょっと違うと思うんですけど、もうカメラまで向いてますからね、ちょっと真面目に答えていただかないとちょっと恥ずかしいんですけど、ね、まあ、いや今年は本当にこのコロナということで、本来なら、ね、例年通り400人の担ぎ衆と一緒に担ぎたかったんですけども、そういうわけにもいかず、縮小組で我々が実行委員会プラス有志でやってます。そんなこともありましたんで、いけるものみんなでみなし陣って入って神事を行い、それで、まあ、みんなで走って途中までという形で戻ってまいりました。はい、じゃあいつもですとこう一人がこう走ってっていうような感じだけども、割とたくさんでこう最初走ってきたって感じですかね。そうです、はい、練習してきました。なるほど、まあ、1年に1回だけ、1回のこの雫宮祭りですけど、ね、昨年もちょっと縮小継承で稽古でもう、だから神の雫を運んでいただいて、そしてこうやって盛大に開会できる、この神の雫、まさにとってもいい名前ですね。本当どなたがやるんだというふうな意気込みでこうやってやっていただきまして、本当にありがとうございます。今日は市民の皆さんと観光客の皆さんも一体となってですね、今日一日この雫宮祭りを盛り上げてですね、そしてお楽しみいただければというふうに思っております。それではご準備の方はよろしいでしょうか。では元気よく参ります。せーの。
よいしょよいしょよいしょ、ありがとうございます。見事鏡を開かせていただきました、これをもちまして鏡割り式を結ばせていただきます。ご来賓の皆様どうもありがとうございました。引き続き雫宮祭りでお楽しみをいただきたいと思います。ありがとうございます。この祭りの、安全を祈願した、神事の方を取り行わさせていただきます。
Thank you.
たぎょう